これまた少し難しいんですけど、あの歴史の話ですが、これ、40億年前から、現在までです。40億年前から現在までです。だいたい海が多分40億年ぐらい存在したと考えられてまして、それをメモってます。で、上は大気を表してて、下は海を表してます。で、このグラフは、大気中の酸素の量を示しています。はじめ40億年ぐらい前から25億年ぐらい前までは酸素の濃度が非常に低かったです。それから、急激に増えた、1段階目に増えた時と2段階目に増えた時があったと考えられています。で、この2段階目に増えた後、現在の酸素レベルと、割と近いところまでなりまして、で、オゾン層ができて陸上に生物は進出しました。それが、5億年とか前です。だからそれまでの35億年の間は生物は海にしか存在していませんでした。で、大気中の酸素はこういうふうに、これもまだいろいろ議論があるんですけど、少なくとも2段階で増えてきたと考えられていますが、海の方はといいますと、初めは酸素がないので酸素がない海でした。で、その酸素がない海では鉄は2価の形 Fe2 プラスの形でたくさん溶けることができました。で、それから、酸素が増えてくる過程で一時大陸から硫黄がたくさん海に入ってくるようになりまして、で、その硫黄が、酸素があんまりない条件では、硫化水素みたいな形になってしまうので、硫化物がたくさんある海になって、それから2段階目に酸素が増えた後に全体に酸素が行き渡るようになったと考えられています。で、全体に酸素が行き渡ると鉄は酸化に酸化されて、水と反応して水酸化鉄として沈殿してしまって非常に低濃度となりました。だから昔はその海 で生きてた生物は海の中にたくさん溶けてた鉄を簡単に利用できたんですけれども、今の海では鉄の濃度が非常に低くなって、その生き残る上で鉄を取ることが非常に重要になってきたと考えられます。で、分析法の話は後でしますけれども、その非常に微量な鉄を測るっていうのは難しくてですね、その本当に正しい値を測るためにすごい時間がかかりました。で、アメリカの海洋科学者のマーチン先生っていうのが1980年代の後半になってようやく確からしい鉄の濃度を測って、で、実際に世界の海で鉄濃度が非常に低くて、それが原因で植物プランクトンが増えられないっていうことを、実証しました。で、特に、先ほど言いました南極海とか太平洋の亜寒帯域とか太平洋の赤道域とかは、栄養塩が多いんですけども、植物プランクトンが少ない海域で、そこでそういうふうになっているのは、栄養塩が余っているのは鉄が足りないから。他の元素はあるんですけれども、鉄だけが不足していて、鉄が主に不足していて植物プランクトンが増えることができないということを見つけました。で、マージュンはその昔の海についてもそれが言えるんじゃないかと思って考えまして、データを見てみると、どうも氷期には南極海へ鉄がたくさん降ってきたらしいんですね。それはアルミニウムがどれぐらい降ってきたかっていうのから推定してるんですけれども、黄砂みたいなその土壌粒子の中には鉄がたくさん入っています。で、それが風に乗って飛んでくると、鉄が供給されることになります。で、氷期には非常に風が強くて、南極海もそういう塵がたくさん降ってきていて、で、ちょうどそれが降ってきた時期に CO2 の濃度が減っているように見えますので、その鉄の供給が多いと植物プランクトンが増えて大気中の CO2 が減ったんじゃないかという説を出しました。で、もしこの2つが正しいとしたらですね、南極海へ鉄をまいてやったら、植物プランクトンを増やして大気中の CO2 を固定できるんじゃないかと提案しました。で、この
一番最後の提案が非常に議論を呼んだわけです。南極海で余ってる窒素とかリンとかを全部使おうと思ったら、まあ、30万トンぐらいってマーチンは計算しましたけれどもの鉄を撒く必要があります。30万トンの鉄っていうのは大きなタンカー1隻あったら十分運べるぐらいの量なので、まあ、量的にはそんな大したものじゃないんですけれども、で例えば南極海の夏とか春とかにその鉄をタンカーで持って行って南極海でずっと鉄を撒いてやったら、そこで植物プランクトンを増やしてCO2 を固定できるんじゃないかっていう話です。でこれはとってもいいのは効率がいいんですね。さっきレッドフィールド比で生物が必要とする元素の比っていうのがあるっていうお話をしましたけれども、鉄が必要な量っていうのは炭素に対したら1万分の1とか10万分の1です。だから鉄を1枚でやったらうまくいったら1万とか10万とかの炭素を固定することができて、でその植物プランクトンがうまく下に沈んでくれたら大気から CO2 を除ける。で、とってもうまくいったとしたら、その1年間でギガトンオーダーの炭素を固定できるとマーチンは計算しました。ギガトンって今人間が毎年出しているのが数ギガトンですけれども、それにまあ匹敵するような量のものを動かせる可能性があるって言ったんですね。それで非常に注目されまして、